今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。藤井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします、まあ、このところ梅雨の中休みといいますかね、結構晴れて暑い日が続いたんですが、まあ、ようやくまた梅雨らしい天気に戻ってきましたね。そうですね、まあ、嫌なもんですけどね、はいはい。まあ、でもあの天気が続く、あと暑い日が続くとこのまま梅雨なくなっちゃうのかなって不安に駆られましたが、そうですね、まあ、そうでもなくね、うん、そうですね、やっぱり涼しい時って、ね、一番季節のいい、あの春だとか秋っていうのは、うん、改めて、ああいい陽気なんだなって思いますね。本当数日ぐらいな感じですよ ね、 そうですね。今日はいい天気だなって、あの、暑くもなく寒くもなく気持ちの良い一日っていうのはね、はい。ところでですね、こちら1912年に沈没した豪華客船タイタニック号の残骸を海中で見る観光ツアーで行方不明になった潜水艇のタイタンの捜索について、アメリカ沿岸警備隊は21日カナダ軍の哨戒機が海中の音を探知したと発表しました。CNN テレビはアメリカ政府の内部情報として20日の捜索で30分ごとに叩く音が聞こえ、その4時間後にも水中音波探知機が同じような音に反応したと、まあ、この報道しています。でこの潜水艇にはイギリス人実業家のほか、フランス人の海洋専門家、パキスタン有数の財閥一族の親子2人が乗っているといいます。ツアー1人当たり日本円でおよそ3500万円、潜水艇内の酸素、日本時間の今日午後6時ごろに切れると見られています。まあ、限られたこの救える時間と、が迫ってきたということなんですね。で複数のアメリカメディアはこのツアーをめぐり、潜水この艇の関係者らが以前から安全上の重大な懸念があると指摘していたと報じています。でタイタンの開発段階で男性社員が品質管理と安全性に懸念を示したところ、即刻解雇されたといいます。いやー、何かこう、これ聞くと去年起きた知床のあの遊覧船の沈没事故なんていうね、これもこうオーバーラップしてくるんですけども、これやっぱりその重大な懸念があると指摘していた社員がいたってことですよね、はい。これあのよく失敗学で言われるあのアメリカの NASA のエンデバー号ね、はスペースシャトルの、はい、スペあの時もずっと特定の一部からですね、はい、これも絶対ダメだということを言われてたんだけど、ずっとそれを組織的に握りつぶして、で事故に至ったということがあったんですけど、まあ、それと同じ構造があるように見えますね。だからこれは技術的には危ないって分かってたんでしょうね。でも、まあ、その多額のお金が儲かるということで、組織的に止まらなかった、疑義が濃厚ですね。そうですね、うん。まあ、この、ね、潜水艇というのは過去何回かもうあのいや行ってるんですよね。ただ今あの藤井さんご指摘の通りですね、この異論が唱えられていたんだけれども、まあ、その人物を即刻クビにしちゃったっていうですね。ですからおそらく必ず事故が起こると多分指摘していたのではなくて、リスクがあるよと、いうことだったんでしょうね、おそらく。そうだとすると、それをまあ何回かサイコロ振ってるうちに最悪の目が出れば、はい、こういうことにもなるということだったんでしょうね。原因究明が必要ですね。失敗学っていうのはまさに何でこんなことになってしまったのかっていうことを明らかにする学問なんですけどね、と、まあ、というふうな立て付けなんですけど、失敗学というものそのものは、はい。でもそれ大事ですね。大事なんですよ、これね。なんか動いちゃうんですよ、こうなっちゃうんですよ、エンデバーの時と一緒でね、はい。あとその時間が経つと風化していくとか、そういうこともあるんでしょうからね。そうなんです。あとあれから時間経って、いや反省すべきところはしてるんだからもう大丈夫だろうみたいな、何か過信というものも加わったりしてですね、まあ、鉄道事故なんてね、はい、大きなものがありますから日本国内でも、それもある種のリスクをなんか別の目的で、どうしても急がなあかんからだとか、はい、そのちょっと遅れてしまうと怒られるからとか業績悪くなるからとかっていうのを放置してしまうと、確率的にその事故が現実化してしまうっていうことですからね、はい、はい。時刻6時11分です。おはようテラちゃん、今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。ニュースピックアップ、こちら日経新聞。
総理構造的賃上げ実現。岸田総理は昨日の記者会見で政権の優先課題を説明しました。物価高に備え構造的な賃上げを実現すると表明、成長の加速に向けて国内投資の支援計画やデジタル技術を活用した行財政改革に意欲を示しました。賛否が割れやすい少子化対策などの財源への言及はありませんでした。会見の冒頭で賃上げの重要性を訴えた岸田総理、デフレ経済からの脱却、賃上げが当たり前となる経済に向けた道筋を着実なものとすると提起、学び直し、リスクリングですね、あと日本型職務給の導入、成長分野への円滑な労働移動の3つを挙げ、三位一体の改革として進めると力説しました。最低賃金について全国加重平均1000円を達成する目標にも触れました。1000円達成後のこの方針についても議論していくと言明しています。少子化対策めぐってはですね、30年までが少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスだ、こちらは、改めて力説し、児童手当の拡充や育休の給付金の給付率の引き上げといった支援策を盛り込む子ども未来戦略方針、これを具体化するということを挙げているということなんですが、総理が構造的な賃上げを実現する、こういうふうに表明しました。このあたり藤井さんいかがでしょうか。一国の総理大臣の口からこれほどペラペラな言葉が出てくるとは本当に絶望感を拭えないですね。賃上げをするのはね必要なんですよ、はい、当然ながら物価高なんだし、そのため何が必要かっていう時にね、この人だから側近が本当に側近が愚かなんでしょうね、はあ、何も経済のことをわからない、要するにあり手に言ってバカが側近なんでしょうね、ご本人はもう今更言ったってしょうがないから、どうでもいいんですけど、周りが本当バカすぎますよ。まず学び直しと、はい、日本型職務給の導入と労働移動の円滑化、この3つでね構造的賃上げ、でそれ構造的賃上げになるかお前ということなんですよね。構造的な賃上げができるためにはね、収益がどん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 上がらないといけないわけですよ。で成長分野っていうものがね一部にあるかもしれないですけどね、そこにどん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 労働者を投入したらね、その賃上げ圧力がどんどん減っていくわけですよ。だって賃金上げなくたって成長分野入ってくるんだから、だから成長分野がないこと自体が問題なわけでね。で学び直しをして成長分野に投入しても成長分野がないから賃金が上がらないですよ、はい、だから成長分野を作らなあかんわけで、っていうか成長分野じゃなくてね、日本経済を成長させろっていうことなんですよ、日本経済を成長するということを言わないでですよ、成長分野への円滑な労働移動で賃金を上げるのだ。いやだから成長分野がないねお前と、はい、あっても一部やねんと、いやだから成長分野が少ない言ってんね、はい、でもそこの成長分野に人をたくさん集めれば賃金が上がる、いやだからそれやったら賃金また上がらへんなんねん、とにかく構造的な、いやうるさいわ。いやだからね、そのために僕は何が必要かっていうのはね、はい、もうすでにもう僕ちょうど今記事書いて今から送ろうと思ってたんですけどね、消費税の減税と公共投資の拡大です、はあはあ、この2つが必要なんですよ、あるいは国民負担率の低減と公共土地の拡大、はい、あるいは別にこれに、公務員の賃上げを入れたって構わないですけど、でそれとともにですね、電気代、ガソリン代、食料品代、資源エネルギー代についての補助金の拡大、はい、という財政政策をやったらね、でそういったあの基礎的なものの物価が下がって、で消費税減税をやって基礎的ないろんなものの物価が下がると同時に、公共投資を拡大して内需を拡大してね、はい、そしたら賃金がまた上がっていって、消費を上回る、ね、そうです、だからね、抜かせて、はい、物価の下落圧力と物価の上昇圧力の同時に双方をかけてですね、コストプッシュ型のインフレをデマンドプル型のインフレに構造的に転換していくことが
必要なんですよ、もう絶対もう今僕今言った日本語について岸田さん並び岸田さんの側近は何言ってるか分かんない、何言ってるか分かんないもう成長分野への円滑な労働移動があればいいんだよと、いいわけないやろ、っていうことなんですよね、またあの藤井さんお怒りになるかと思うんですが、岸田総理ですね、この上半期の2つの思いを大切にしてきたとして、1つ目に経済成長への思いっていうふうに言ってるんですよね。思いってなんかウェイトなんですかね。いやその思いって重い、重いよって、重い、これそうじゃないです。重い、重いな。ハートの重いなんですね。で第二には外交安全保障への取り組み強化への思い。最低ですよどっちも、だってロシアとの関係を悪化させて、はい、でもなんか敗戦記念日どうこうとかってやってるじゃないですか今。だからもう日本バッシングを拡大させてですよ。それでもう原爆の話だってその謝罪もささんとですよ、はい、それでも物価だけ上げて実質賃金全然上がらなくて、むしろ下落してるんですよ実質賃金、はい、賃上げっていうのはこれ実質賃金を賃上げしないといけないんだから、まあ、藤井さん以前からねこのロシアに関してはですね、やはり日本の国益というものを中心に見据えて、だって今現実的には例えば漁業協定ですとか、まあそういったところにも影響がね、まあ出始めているなんていうふうに言われてます。だもちろん日本の立場というのはいろんなことがありますけれども、それはそれ、これはこれでしっかりと対峙していかなきゃいけないということなんですよね。対米外交だってね、はい、こういう単に同盟国やったらええっていうわけじゃないですからね。自立性を高めて、はい、日本の独立性を確保していくっていうことが大事なんですけど、それを全然進めないでもう言いなりになってるようなポチ状況が続いてるわけですからね、外交だって最低、経済成長だってその思いはあんのかもしれんけど、まあ、寝とるだけやないかみたいな話で経済成長できないわけですからね、はい、もうめちゃくちゃですよ。続いてはこちら、朝日新聞、訪日客数回復に地域差。日本政府の観光局が5月の訪日外国人客189万8900人、回復しつつあるという、まあ、こういうこの分析をしています。で回復の話がある一方で地域差があって、全国で最も増加率が高いのが栃木、コロナ前と比べて7割近く増えたといいます。で徳島県もコロナ前より増加、とは言っていますね、まあ、ただ地域差がやはりあるという、まあ、このあたりが朝日新聞には出ているということです。で京都石川も根強い人気で訪日客も9割近い水準まで回復をしてきているということなんですが、まあ、この、まあ、言ってしまえばインバウンドですよね、藤井さんね、まあ、この回復するのがええか悪いか置いといて、はい、回復してきたってことですよね、はい、回復するのは良くないという側面がありますからね、観光公害っていう言葉があり、はい、以上はですね、公害が増えるっていうことも意味するわけですから、でこんなものに頼らないで内需が拡大すればいいんですよっていうことで、インバウンドなんちものがどれだけ増えたところで日本経済全体のもうごくごくごく一部しかしない、まあ、0.7 とか言われてますね。そうです、そうです、1% もないっていう状況ですから、はい、だからそれだったら日本人の消費が 3% 増えたらインバウンド4年分ぐらいの効果があるわけですから、そこを増やしましょうっていうことなんですけど、だからそうだとしたら回復しない方がいいんですよ、外国人なんてこんなのはね、はい、時刻6時20分です。時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。岸田総理は通常国会の閉会を受けた会見で、2024年秋に現在の健康保険証を廃止する政府方針について国民の不安払拭が大前提だとの認識を示しました。25年秋までは猶予期間として発行済みの保険証を使えることも説明し、トラブルの再発防止に向けた対策を急ぐ考えを強調しています。岸田総理は相次ぐトラブルについて重く受け止めていると繰り返し、信頼回復に向けて丁寧に対応する姿勢を示しました。
今月成立した改正マイナンバー法などの関連法では、健康保険証とマイナンバーカードをマイナ保険証に一本化することに伴って、マイナカードを取得しない人には資格確認書を発行し、保険が使えるようにしました。で、関連法の施行後最長1年間は発行済みの現行の保険証を利用できる経過措置、まあ、これも設けているといいます。まあ、個人情報が漏洩するなど、相次ぐマイナカードをめぐるトラブルなんですけれども、藤井さん、このあたりはどう感じですか？これやっぱりマイナンバーというものの性質上、間違いが全くないようにしてもらわないと恐ろしいと、不安であるというのはもう国民感情として当然ですよね。ですからこういうことがないようにしてもらわないといけないわけですけども、まあ、そういうことが生じているので、当然ながらこれ大問題になっていきますよね、はい、でここでね、その岸田さんの発言が構造的に間違えているのはね、不安の解消が払拭が大前提だって言ってるんですけど、はい、不安かどうか関係ないんですよ。行政は安全かどうか、はあ、確実かどうか、不安じゃなくて安全、そうです、はい、もうみんな逆に言うとね、安心してるかもしれないけど、システムに本当は不備があったら問題じゃないですか、それこそ今回のタイタンの、そうですね、潜水艦の事故だって、大丈夫だろうと思って行ったけど、実は安全じゃなかったわけですよね。で実際そのみんな安全やと思って、このマイナカードを使ってたら、そのマイナカードによって大きな不利益を被る国民が多数出てきたということであってはいかんわけで、行政というのは不安かどうかっていう問題以前にですね、まず安全かどうかということを確認することが必要で、それに関して確実にミスがないということを宣言できるまで導入しないと、安全宣言だと、ちゃんと安全が確認されるまで導入しないと、はい、と言えばいいんですよ。で不安だったら、騙したらいいんだから、だから責任、その行政官として総理大臣として使うべき言葉を間違えてますよね、はい、うん、確かに。だから安全確認されるまでこれは行いません、うん、安全確認されてからこれ実行しますと、うん、導入しますと言ってくれた方が、うん、こちらとしても安心ですよね。不安、あなたが安心するまで待ってるよって、不安やなお前何もせんと俺が安心したらやるって、思えよ、不安やなお前そうですね、そうなりますよ。相手がだって安心、ね、この相手のことを不安だと思ってれば、そうそうそう、ずっと不安に思ってるわけですからね、うん、みんなが安心したら5類に落としますいや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 、だからお前が落としたら安心する言うとんねお前、なんかもう日本語間違えてるんですよ、はいはい、岸田文雄さんは、まあ、そういうふうにですね、岸田総理は言っていると、まあ、いうことではあるんですけれども、うん、ダメですね、はい、通常国会は昨日150日間の会期を終えて、まあ、閉会したということなんですけれどもね、うん、まあ、一言藤井さん、うん、今回のこの国会、今国会はどういう印象を持ちですか？いやもう最低ですよね、本当に。僕はね、彼問題を解決しないといけない問題がいっぱいあるのに、だって彼あれですよ、いつだったかな、去年かなんか日本をなんか危ないから守るんだとか言って何もやってへんかったやないかっていうふうに思いましたね、はい、また後ほどお話伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。朝日新聞から、岐阜市の陸上自衛隊日野基本射撃場で隊員3人が銃で撃たれ死傷した事件、殺人容疑で送検された自衛官候補生の男が事件当日に射撃場に向かうバスの中で今日やろうと決めたと供述したことが捜査関係者の取材で明らかとなりました。逮捕直後の調べに以前から事件を計画していたという趣旨の供述をしましたが、現在は黙秘に転じているといいます。男が銃と弾を外に持ち出したかったと話していたことも判明していて、まあ、ただその後の目的については具体的に供述していないといいます。岐阜県警と陸上自衛隊の警務隊が動機を調べているということなんですね、まあ、少しずついろいろこの発言もこちらにも伝わってきてますが、改めて藤井さんいかがでしょう？これは大問題ですね、はい、国民を守るための銃を
国民を殺すために使ったわけですから、はい、この罪は通常の刑法で裁くもの以上に道義的に極めて重いものだと我々は考えなければならないですね、はい、それと同時にですね、これが起こったことを日本はすぐ前も申し上げましたが、再発防止の仕組みを考えないといけないっていうんですけど、その仕組みがあってもこういう悪いやつ出てくるわけですよ、はい、包丁を使って人を刺すやつは必ずいるわけだし、交通安全交通安全って山ほど言ってても交通事故は起こってしまうわけですから、交通事故が起こるからって言ってもう車を使うこと禁止したり、包丁で人を刺すやつがいたからって言って包丁を売るのをやめたりしないわけですから、それはもうこういうリスクがあるということを知りながらそのシステムを使わないといけないということですから、過剰な再発防止対策を、まあ、合理的なものをやることは必要ですけども、不条理なものはやめてもらいたいというふうにも思いますね。そうですね、キリがないって部分もありますもんね。悪いなこいつなんだから、はい、前が悪いの前って、そういう話ですよ。そうですね、犯罪は犯罪だっていうことですよ。はい、さあそれではここからはですね、藤井さんにこのテーマで話を聞きます。学び直しから転職までを政府が一体支援。社会人の学び直しから転職までを支援する政府の新制度の概要が分かりました。希望者は専門スキルが身につけられる民間の講座を最大で1年間受けることができ、1人当たり平均24万円を助成します。今後3年間で全部でおよそ33万人の転職を後押しすることを目指します。2023年度中に始めるとしています。で、転職を希望する正社員と契約社員、派遣社員、パート、アルバイトが対象で、経営者や個人事業主らは含みません。で、教養を学ぶような講座は対象外となります。希望者はキャリアコンサルタントの国家資格を持つ専門家に意見を聞いて、転職に必要なスキルや職探しの支援、これを受けることができるということですが、社会人の学び直しから転職までを支援するという、まあ、この政府の新しい制度ですが、藤井さんこれはどうご覧になりますか。これね、まあ、別にやっても全然いいんですけど、これいろんなことやるうちの一個としてね、はい、ただこれは岸田さん的には先ほど報道でもニュースでも解説してもらいましたけども、構造的賃上げのための肝入り対策としてこれやるわけですよね、はい、いやこれで構造的な賃上げが実現すると思ったのかお前と、これいや起きないですよそんなこと、はい、そんなもの、でしかもですよ、これ学び直しって言ったってね、だからこのオンジョブトレーニングっていうのがね一番効果的であってね、でまずこういうのが役に立つこともあるでしょうけれども、きちんとその仕事猫の手も借りたいような状況があってですよ、お金がうなるほどあるようなマーケットがあったら別にこんなんやらんでもいくらでももうリスキリングができるわけですよ。学び直しできますね。だってね、僕らその言ってみたら大学っていうのは特に僕は工学部ですからね、リスキリングさせて就職させるわけじゃないですか、技術者を、はい、工学部の橋梁の技術者だとかプランニングの技術者だとか、まあリーじゃないですけど、まあ、リスキリングみたいなもんと、今まで受験勉強しかしなかったやつに初めてその技術を教えて就職させるわけでしょ。僕思いますけどね、もういつもその業界の人間と話してますけども、いやまあ別に適当でいいから教育なんか、はあはあ、あれも入ってきたからちゃんとうちらがちゃんと育てるから、はあ、最低限のだけやっとったらいいから、うん、っていうことなんですよ。で僕はそう思いますよ。だからね、大学の教員としてこういう、専門スキルを学ばせるコースかなんかに24万円払って助成するとかじゃないですか、そんなもんでお前人材は育たんぞ、はあ、と1年ぐらいでね、1年ぐらいで大学でも大して育たないですよ、で逆に言うとね、そんなスクール形式でね学べるようなものっていうのは取り一遍のものなんですよ、はい、もちろんね、例えばプログラマーだとかなんか特定の職種に関してはね、英語の通訳だとかそういうものはもちろんこういうのが効果的なものはありますけれども、それは成長産業であるかどうか保証がないじゃないですか、はい、そんなものは、だからこれが全部、僕は冒頭で言ったように全部無駄だとは思わないですけど、
こんなもんで別に大して役に立たんぞ世の中にと、はい、いうふうにまず思いますね、でこの講座費用の一部はですね、政府が補助して通常よりも割安に学べると。で、医療あとですね、講座はそのプログラミング今出てきましたが、あとビジネススキルで現状6割超を占めていて、医療介護ですね、あとこのウェブデザイン動画編集といった分野もあると。経産省は事業の担い手を公募して第1弾として大手人材会社など50社を超えるこの会社が選ばれたといいます。去年ですね、昨年度第2次補正予算で確保した関連事業753億円の一部、これを財源に充てるとしています。で、学び直しによるこの労働者の能力の向上というのは岸田総理が掲げる看板政策新しい資本主義の一環です。終身雇用や年功序列といった日本型雇用システムの転換を目指していると、まあ、いうことですが、まあ、この終身雇用年功序列、先ほど藤井さんのお話にもありました、うん、いや、うん、うちの会社入ってくれればうちで教えるからさっていう、うん、これがだから例えば終身雇用であればこそのね、うん、ことなんですよね、うん、あのうちでずっと働いてくれるんだったらちゃんと教えるし、うん、っていうことなんですよね。だから新しい資本主義ではそうじゃなくて全部外部化していくってことですよね、はい、で外部のスクールで勉強して、でその組織の中で派遣するっていうイメージなんでしょうけど、それはねすごくね不効率なんですよ。なぜかっていうとね、業界が同じであったとしてもその会社によっていろんな違いがあってね、はい、その会社に必要な人材っていうものはスクールで別に教えれるようなもんじゃないんですよ。だから会社で教えるわけですけども、もう日本型経営をやめてしまったらちゃんと外で学んでこいっていうことでね、やっていくとその人材のレベルが下がりますよ、それは、はい、会社のに合わないんだから。そうですね、その会社はその会社のね、まあ、同じ業界だとしても独特なものっていうのはあるはずですしね、で日本のねその商習慣というのはヨーロッパ、特にアメリカとは違ってね、その暗黙知がすごい多いわけですよ。その日本社会というのは忖度の塊ですから、日本の社会というのは。だからそれは特定のなんかプログラム技術があったらすぐ仕事できまんねんっていうわけじゃなくてね、そんなことじゃないんだと、大人というのはこういうところでちゃんと振る舞えるんだっていうのがあってね、それが日本社会というのを支えてた、あるいは支えているわけでね、それはもう入ってみないとわからないっていうことなんですよ、暗黙知は。だからそんなスクールなんかでその分からないことないんですよ、それも、もうだって就職する人間を育ててる僕がそう思いますよ、はい、まあ、ですから、まあ、これはあの今に始まったわけじゃないですけれども、うん、まあ、このところ近年とでも言いましょうかね、終身雇用あと年功序列といったこの日本型雇用システム、うん、まあ、これを転換しようとしてますよね、うん、いやそれはもう本当に愚かですよ、うん、気にたげをつくようなことになるんですよ。日本の文化に差を指すような、そういう気に咲く葉っぱとして終身雇用とか年功序列というものがあったわけで、いきなり気が日本文化は日本文化のままでやっといてですよ、で終身雇用と年功序列だけやめたらその気に竹継いだり気になんかプラスチック巻きつけたりとかするようなもんですからね、うまくいかないですよそれは、だってそのプラスチックだとかはヨーロッパの社会はそういう文化、キリスト教を中心としてね、そういう文化があるから彼らの能力主義っていうのがあるわけでね、だっての神様がいるから別に、神様を軸にバラバラでもいいんですよ。だからちゃんと最後まとまるから、神様一神教だから、ところが日本は一神教じゃないでしょ、だから気をちゃんと継いでいかないと気にならないんですよ。一神教から入れるのかっていう話ですけど、入れないんだから、宗教が違うんだから、そんなもん無理なんですよ、はい、日本は儒教でやっとるんだから、はい、もっと深いところにね目指すものがあるってことなんでしょうね。僕はそれね、経済学者とやってたんですよ、ずっと年功序列と終身雇用というものの重要性とかいかに重要必要かっていうことを僕は30代の時相当研究したからこそね申し上げてるんですけど、その通り一遍のバカが分かるようなね、話じゃないんですよ、その終身雇用とか年功序列の価値というのは、はい、いろんなものと整合してねこの仕組みがあるのに、これを潰してしまうことで日本の会社のパフォーマンスは確実に下がりますよ。
まあ、この終身雇用のもちろんメリット、うん、デメリットがあってですね、うん、でも何かメリットっていうのは、まあ、これまでは、まあ、私もですねずっとこのね、うん会社員にしてきましたから、ねうんそのメリットっていうのはあの非常に感じてる部分もちろんですね、嫌な部分はありました、うん、だけれどもメリットの方が今考えると多いんですよね。いや本当そうですよ、仕事っていうのはそういうものでね、日本人っていうのはそうやって生きてきたわけですから、部品じゃないんですから、あの部品だったら年功序列とかはいらないんですよ、はい、我々はその組織に生えた草みたいなもんですから、ね、だから年功序列で初めてその木の一部になってね、その木に埋め込まれて木の一部になってその木全体を支えていく、森全体を支えていくっていうのが日本人の仕事の仕方でね、バネやネジじゃないんですから、はい、ヨーロッパ人はそういうやり方したらいいかもしれないけど、我々はそうじゃない。そうですね、まあ、ですからこの、まあ、今イメージックも藤井さん、うん、部品とおっしゃいましたけど、うん、そういう自分が能力蓄えて、うんまあ、立派な部品として、うん、いろんな会社を渡り歩くってイズムだったらいいですけども、うん、いや そうやって世の中全体が回ってるんだったらいいですけど、そうですね、上に行かないんですよ。いや日本はまだまだそうじゃないと思います、うん、そうなんですよ。他のもっといいやり方があるようなね、うん、そうですよ気がするんですよね。はい、以上ニュース最前線でした。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。朝日新聞からですね、富士山の世界文化遺産への登録が決まってから今日で10年目です。議論になった入山規制方針を定められないままコロナ禍を経て今年の夏はにぎわいが戻るとも見込まれています。で、入山規制の代わりに地元が導入したのが富士山保全協力金の徴収です。山梨静岡の両県などで作ります富士山世界文化遺産協議会が2014年に本格導入し、登山者が原則1000円を任意で支払うというものです。20年度を除くこの8年で山梨県側は合わせて6億9000万円、静岡県側は3億6000万円を集めたといいます。まあ、ただ登山者から等しく料金を受け取る強制の入山料には至っていないといいます。登山口が複数あって全員からの徴収が難しい面もあるとしているんですけれども、富士山ですね、まあ、この入山規制ではないんだけれども富士山保全協力金で、いただいているということなんですね。これは富士山どうでしょうね。これお金が足らないということですよね。まあ、いろいろこの整備するというものも必要ですしということなんでしょうね。世界遺産ですからね。だから、こうやって利用負担してもらうのも大事でしょうけども、はい、やっぱり行政がお金をね、富士山が世界遺産で日本の資産なんですからね、国がちゃんといっぱい出してあげたらいいのになって思いますよね。で、10年前ですね、富士山はユネスコのこの世界文化遺産に登録されました。で、コロナ禍の時期を除いては近年年間20万人以上が訪れて、ゴミの増加などが課題になっていたということなんですね。で、このユネスコの諮問機関がですね、登山者数の抑制など来訪者管理を求めていた。ですから、まあ、整備にもお金必要ですし、このお金を取ることによって入山、まあ、やたらめったらこのね、まあ、富士山に来ないでくださいというか、まあ、入山規制をかけるという、そういう意味合いもどうも持ってるようですね。だからね、富士山のためだけにお金つけることはできないでしょうけれども、いろんな仕組みが政府にはあるはずで、あるいは作りうるはずでね、例えば登山支援、登山という文化を支援したりね、はい、あるいは自然環境のレジャーのための予算というものが一定あったとしたらね、なんかいくつかの仕組みがあったとして、そこにお金があれば富士山ほど重要な世界遺産の自然環境であればね、活用できないはずがないわけですから、だからそういう仕組みがないんでしょうね。だから行政がこういう問題を放置する状況になっているということでしょうね、はい、国家が、だからこういう問題があるんだから国家行政がこれ支援すればいいんですよ本当は。そうですね、で富士山のためだけじゃなくて、こういう問題が日本中にありえるはずなんだからということで仕組みを日本中で作ればいいわけで、そ
それができてないのが問題なんでしょうね、はい、で先ほど私ですねこの近年年間20万人以上が富士山に訪れたというふうにお伝えしましたが、うんうん、国がユネスコに示した保全状況の報告書を見ると、うん、1日あたりの望ましい登山者数の指標、まあ、これも出てまして、うん、吉田口山梨県側で4000人、この富士宮口静岡県側で2000人と、いうことですから、まあ、富士山って1年中登れるわけじゃないですからね、まあ、大体の人が夏場に限って登るわけですから、ね、となるとやはり多いんでしょうね、というようなことも出ているわけですね。抑制しなあかんところですか。はい、そうですね。でまあ、登山のこの安全安心あと快適さを保つためにも強制徴収に踏み切るべきだという、まあ、こういう富士吉田市の市長の意見もあるんですけれども、まあ、規制がですね地域経済に影響する、こういうこの声もあるということですね。抑制すると収入が減るってことですね。ということなんでしょうね。まあ、はい、でも抑制するんだったらそのプライシングっていうやり方ですけどね、はい、コンセッションチャージングとか、そういう言い方がいろいろありますけども、プライシングしていくのは有効な方法ですよね、それで保全にも使ったりわけだから、はい、強制徴収っていうのはあるでしょうね、はい。まあ、これ今その任意で1000円以上ということになってるんですけどもね、いやでも登る側からしたらいやこの、ま、決意としてなんか入山料取ってもいいような気がするんですけどね。全然いいですよね。全然いいと思いますよ、はい。富士山登らせていただくっていう気持ちがあるでしょうからね。まあ、世界に冠たる富士山ですからね、だから全部にブースっていうか、入り口を作らないといけないでしょうけど。あ、そうか、人件費とかね、それがあるんですね。それをやればいいですよね、はい、お金かければできますよね、はい。間もなく7時です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。アメリカ西海岸にあります映画の都ハリウッド、その脚本家たちのストライキに収束の目処が立っていないと言います。7月には俳優陣が加わる可能性もあり、映画やドラマの制作の遅れで30億ドル、日本円でおよそ4200億円の経済損失が見込まれます。長引くストの背景には動画配信サービスがコンテンツ産業にもたらした地殻変動への反発があると言います。脚本家のストは15年ぶり、この間に動画配信が急拡大して業界の環境を激変しました。配信元が自ら制作に乗り出してテレビ局や映画会社はコンテンツの主導権を奪われています。そしてクリエイターの待遇も様変わりして、テレビでは再放送や海外放送のたびに脚本家は二次使用料、まあ、これを得られたんですが、世界で同時公開するネットは配信元が数年単位で権利を独占するために収入は2割減ったといいます。まあこういうハリウッドでのストライキがあるんですね。収入が2割減るんですか、それでまあ、もともとねハリウッドっていうのはそのテレビが出てきた時もものすごい打撃を受けたんですよね。まあ、日本の映画関係者もそうですけど、テレビというものがない時には相当潤ってたんですけども、テレビの登場によって激変を受けて今の形になったんですけども、この動画によってまた一つ、まあ、黒船ですよね、はい、大きなインパクトを受けますよね、はい。だから問題はその今のネットフリックスだったりアマゾンプライムだとかってい う, もので集められたお金が適切にその俳優だとか監督だとかに払われてるかどうかですよね。これミュージシャンにしてもね、だからまだ CD で売ってたところ、そのスポティファイとか、はい、ミュージック、YouTube ミュージックだとかで、なんていうんですか、そういうので、一括して聞かれるようになって、で正当なフィーが賃金が払われてるかっていうと不当ではないかというふうにも言われるんですよね。だからそこの、彼らの賃金体系が適切かどうかですよね、はい。
で憧れの脚本家になって4年目というある女性はですね、夢見る人が成功する世界ではなくなってしまったみたい、まあ、こういうふうな発言をしています。で映画番組作り、作り手の創造性と人脈によるところが大きく、作品の当たり外れも大きいものがありました。まあ、かたやネットフリックスは AI で視聴者の需要、これを分析して効率的にコンテンツを制作配信し急成長を遂げてきたといいます。まあ、映画界が築き上げたハリウッドのこの地位がですね、揺らぎかねない、まあ、状況だということなんですけど、まあ、今私もお伝えしましたが、ネットフリックスあたりは非常にだから効率的にね、そうなんですよ、まあ、こう考えて作品も作ってるということなんです ね経済学ではね、はい、ウィリングネストゥーペイ、支払い意思学というものがあるんですけど、例えば映画を見るっていうのは1800円とかですか、はい、今、だから1800円でも場合によっては3000円でも払う映画ってきっとあると思うんですよ。まあ1800円ですけど、でもネットフリックスだったらね、それがもう無料で見える、無料というか一月分2000円か3000円払っておけば、はい、で追加料金も1000円とか2000円じゃなくてね、まあ、400円とか500円とかじゃないですか。でも本来だったら1800円の価値があるんです、その素晴らしい作品には。でもそのネットフリックスビジネスだとそれが安くなってしまってて、支払い資格が高い人からも安くしか取らない、1800円払ってもいいというウィリングネストゥーペイ WTP って言うんですけど、1800円以上の WTP がある人でも400円からしかキャッシュを取らないということで、不当に安いんですよね。だからデフレ化してるっていう、それとだからやっぱり映画を一本見るのにわざわざ見に行くっていう感覚があるけれども、ネットで見るのはクリッとやるだけですから、はい、わざわざ感もない。だから映画の価値が下がってしまいますよね。だから映画が持ってた文化的な側面というものを、奪っていくんでしょうね、はい、動画ネットフリックスだとかっていうものは、はい、でやっぱり大スケールの銀幕で見ることによって、でわざわざ行ってみんなで見て、で帰りに食事でもして帰ってくるって一連の行為が、ネットでなんかもうポテチ食いながらなんかぼーっとだらだら見るというものになってしまうことで、はい、映画の文化性というものが劣化するんでしょうね。そうなんですね。でそれでやっぱりキャッシュが安くなるんでしょうね。だからやっぱりテレビが流行ったことによって同じことが起こったでしょうからね。まあ、今ね、そのネットフリックスなんかはやはりこの非常にコスパも気にしながらね、効率的に、まあ、制作してるってことですけども、コスパ市場主義の弊害と言えるでしょうね、はい、ネットフリックスだたちとかのね、まあ、そんな中ですね、藤井さんが編集長をお務めになります、表現者クライテリオン、はい、7月号がね、はい、発売となりまして、こちらがまさに進化するコスパ市場主義、はいなんですね、はい、でサブタイトルがね、タイパ管理された家畜たちっていうものなんですけど、はい、まあ、タイパっていうのはコスパの進化系みたいなものでね、タイムパフォーマンス、その1時間でどれだけのことができるか、でそこで典型的な行為がね、その映画をそれこそネットフリックスで映画を見るときに倍速で見るっていうものなんです。もうだからあらすじだけ、あらすじだけ知って、でもそれはね、映画文化に対する冒涜になってるわけですよね、で俳優さんたちとかのに対する冒涜にもなってて、細かな表情とかね、そうそうそう、演技で、はい、彼らは映画を楽しむというよりも映画のあらすじを情報として知って、それを知ってることでなんか人前で喋ったり、なんか人にマウントを取ったりとか、その共同体の仲間になったりとかね、いうその映画が目的ではなくて映画を手段として使うようなね、映画の触れ方をするっていうのが、これがタイパというもので、コスパって全部そうなんですよね。なんか楽しむんじゃなくて、それを使って別のものを得ようと。だからコスパの好きなやつって、だから友達を目的として使うんじゃなくて手段として使うっていうのが、もうコスパ至上主義の、まあ、典型的なものですけども、それではね、なんか人間の人間らしさっていうものが妖怪していく、なくなっていくということでね。でも現代人ってもうそのネットだとか AI だとかそういうので、もうなんか人間が人間でなくなりつつあるようなコスパ至上主義の暮らしをやってね、
っていうのをね、こう批判してるんですよね、はい、でインタビューなんかも載ってまして、これ人形使いの方ですね。そうですコスパとは無関係な、その江戸の伝統文化とかね、そういうものをコスパなんで考えてた、その江戸の伝統芸能なんて見てたって何も得られへんねんからっていうことで、はい、やっぱ芸術とか音楽っていうものはコスパとは全然異次元の世界のものですからね、でそこに人間の精神の真実があるのに、コスパタイプばっかりやってたら薄っぺらい何にもない中身のない人間になってってしまうっていうのを、まあ、警鐘を鳴らそうという雑誌特集ですよね、まあ、でも自分のこの胸に手を挙げてみると何かね、ちょっと早回ししたりだとか、もちろんこの、まあ、もちろん情報を、ね、収集するときは別に早回しで僕全然、まあ、ラジオなんていうのは、なんか僕の声が好きだったら別ですけど、寺島さんの声が好きだったら別ですけど、情報を聞きたいんだったら別に倍速でも全然いいと、まあそうですね、聞き取れるんであればね、聞き取れるんであれば別に倍速でもいいと思いますけど、映画はその小津安二郎の映画倍速で見てどうすんねんお前みたいな、もうそれ留置衆ちゃうがなお前みたいなことに、はい、あるいはそのクラシック音楽倍速で聞くとかね、何してんねんお前みたいなそうですね、何味わってるんですか、音楽しんでない音楽ちゃうやないかお前みたいなことになりますから、映画って鑑賞するものですからね、そうですね、そういうね、だから人間らしさを失わないでねと、でその人間らしさを失ったもう挙句の果ての人物の象徴が岸田文雄さんみたいな人ですからね、G7 でどうやったら支持率が上がるかな、もうそんなことばっかり考えて、で中身何にもないですからがみたいなことになってってるっていうのが、まあああいう人間になってしまうのをね、人の振り見て若振り直せんで、皆さんもコスパタイプは言わないように、ふみおちゃんになっちゃうぞみたいな、お前も今日からふみおちゃんだぞみたいな、お母さんに怒られちゃうと思う。あんたそんなことばっかり言ったら、ふみおちゃんになっちゃうわよ。やだ、僕そんなのやだ。そのペラペラの人間だ。もう半分になってる。待ってください。コスパタイプばっかり言ってると、お母さんに絶対怒られちゃう。そういうことなんですね。はい。流行語になったらどうしましょう、これがね。ふみおちゃんになっちゃうやだ。僕やだ。はい。時刻7時17分です。おはようテラちゃん、今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。毎日新聞、総理、国が地方を支える。岸田総理は通常国会の閉会を受け会見し、行政のデジタル化を進める令和版デジタル行財政改革を掲げました。マイナンバー制度をめぐるトラブルが相次ぐ中、デジタル化を広く進める必要性、こちらを強調して制度を普及させる狙いがあります。岸田総理は令和版デジタル行財政改革をめぐり、少子高齢化を受けて政府の役割が高まりつつあると指摘しました。その上で、求められているのは筋肉質で広範な機能を担う小さくて大きな政府だ、国を頂点とする上位形の仕組みを国がデジタルによって地方を支える仕組みに転換すると語りました。さらに、国が共通のデジタル基盤を設計して、その基盤を通じて住民や事業体と接点を持つ自治体や NPO が一人一人にきめ細かいサービスをスピーディーに行うと説明しました。国が地方を支えるデジタル行財政改革ですけれども、藤井さん、これはどう思われますか？最悪ですね。最悪ですね、はあ、考えることが陳腐でペラペラですよね、まずね、行政という取り組みは政治の取り組みの一環なわけですよ、一部なわけですよ、で、当然ながらデジタルシステムというものがその行政の中で道具として活用できてね、そのデジタルを使わないよりもデジタルを使った方が行政の質は上がるだろうし、でそのデジタルシステムも古いものよりはより高度なものを投入した方が良くなっていくということもありますけれどね、でもこれ言ってるのちょっと違いますよね。国がデジタルによって地方を支えるって言ってるんですよね、いや無理やし、でまずお金出せよお前ってことです、人材も出せよお前、で仕組みも作れよと、だから、デジタルも活用して地方を支えるんだったら分かりますけど、これ
国がデジタルによって地方を支えるって言ってるんでしょ、はい、デジタルという道具を使って国が地方を支えるって日本語じゃないですか、はい、でこんなね日本語を使ってる時点でね、いやこれだから岸田さんが思ったのか官僚が書いたの単に読んでるのか どっちか分かんないですけどね、まあ、岸田さんかどうか置いといてですよ、これ書いたやつバカですよ。あーこんなこと言っちゃダメですよ、国がデジタルによって地方を支えるって、もうよくもまあこんな日本語使いますよね。僕が嫁さんにね、僕があなたをデジタルを使って支えるよ、あんたそんなこと言ってるまんじゃん、ちゃんとお金持ってきん、あんたもいやそうですね、どうやって私のことをデジタルで支えるの、あんた、いやでも支えれるから、いや支えられへんからお前そうですね、そんな、旦那どう思います、社長が部下に、俺はこれからお前をデジタルで支えてる、支えられへんねんお前、なんかあった時責任取ってくれよ社長やねんから、お前だったらやっぱりお金欲しいですもんね、給料出すよ、そうですね、給料はないんだけど、デジタルで支えてやる、いやだ金出すよ給料、働いてねえからわしお前みたいな話ですよ ね、はい、ねだからでこれ、ね、上げやす取ってるんじゃなくて、だって書いてあるんだもの、そうですね、デジタルによってって書いてありますもんね、国がデジタルによって地方を支える仕組みに転換する、うん、おかしいですよ、何を言ってるんですか、国は地方を支えろ、でもデジタルによってじゃない、デジタルも使ってだ、はあ、そうだデジタルも使ってですね、そうなんですよ、まずはだからね、財源というかお金ですよね、予算な云々の、上げ足取ってるんじゃなくてね、はい、で総理の言葉重たいんですよ、うん、いやスピーチライターがちょっと魔法すぎですね、ああそうなんですね、ご本人じゃないとは思いますけども、そうですと考えます、だってご本人は何も考えてない疑義濃厚ですから、ああそうですか、うん、まあ、あとですから求められているのが筋肉質で広範な機能を担う小さくて大きな政府だ、腹立ちますよねこのキャッチコピーも、小さくて大きいどっちだっていうね、もちろんね筋肉質だからちっちゃいんだけど、はい、すごく大きな役割を担うっていうことなんでしょうけど、そういう意味をね持たせてるんでしょうけどね、だからこう数は少なくて、はい、だからお金もかからない、公務員の数も少ない、でもデジタルを活用して、生産性の高い行政だって言いたいんでしょうけど、はい、いやできへんねんと、はい、あと今藤井さんみたいにちゃんと説明してくださらないとね、意味わかんないでしょうね、小さくて大きいってこれどういうことかしらっていうですね、なりますよね、だからこれもうなんか書いてることこれ書いたやつの、ね、頭なんかようわかるんですよ、はい、アホですね、まあ何かこうね、ちょっと小さくて大きな政府っていうとちょっとかっこいいかなみたいな、そうなんですよ、響きがそれってどういうことかなってキャッチーかなみたいなね、言ってることがね、これも維新と一緒なんですよ、だから都構想と同じなんですか、はい、とにかくもうシンプルにしようと、はい、市と府があるとなんかややこしいから一本化した方がシンプルになっちゃうから、小さくてでも大きいんだみたいな、あもう言ってることが維新と一緒なんですよ、もうアホですね、はい、続いてはこちら、読売新聞、総理内閣改造検討へ、岸田総理は夏から秋にかけて内閣改造自民党役員人事の実施を検討すると見られています、顔ぶれを大幅に交代すると刷新感を打ち出す効果が期待できる反面、新閣僚の起用には不祥事が発覚するリスクもあって政権浮揚につながるかどうかは不透明です、岸田総理は昨日の会見で内閣改造についてさまざまな政策課題を前に進めることに専念する、その進み具合を見ながら人事を考えていくと述べ、時期や人事構想への明言を避けています、で今国会での衆議院の解散見送りを受け、自民党内では次の解散衆議院の解散のタイミングとして衆議院議員の任期の折り返しを迎える秋が最速との見方が出ています、このため有権者へのアピールとなるような若手あと女性の大胆な起用などサプライズを求める声も上がっているといいます、しかし岸田総理には去年8月の内閣改造後初入閣3人を含む4人の閣僚が不祥事で相次いで辞任した苦い経験があります、で今の布陣で大きな不祥事もなく通常国会を乗り切ったことから自民党内では骨格は変えずに小幅改造にとどめた方がいい、まあ、こういう意見も根強くあるといいます、藤井さんこのあたりはいかがですか、これまあ一般に言われているのはね、今の人事
まあ、どうやって決まったかっていうと、やっぱりあの前の総裁選の煽りだとか、安倍さんが生きてて安倍派の影響力強いだとかっていうことで、いろんなものに気を使って、やったと言われてるわけですけど、気を使ったところを変えるんじゃないですかね。はあ、気を使ったところを変える、ね、だから、はい、僕は本当はこうしたかったんだけど、なんか安倍さんがいたからこれやってたけど、これ変えちゃおうかな、はあ、それの対象が高市さんですよね。なんか高市さんだけ変えて終わる可能性だってないとは言えない、ないとは言えないですね、だから多分今回まあそういうことでしょうね。でよく言われてるのは、岸田さんはとにかく人事大好きだと、僕が思い通りに人事するんだよっていうの、すごく好きなんですって、だからすっごい喜んではると思いますよ今、はい、もう解散なんてやってる暇はないと、もう人事やるんだみたいに言ってるんだよって言っている岸田さんに非常に近しい方がおられました。と、まあ、今最も早くて秋以降ということを言われて、ね、なんかよく分かんないですけどね、某岸田さん近い人がね、もう10月に解散やりますからみたいなことをね、もうそんな感じなんですか。なんかそんなこと言ってる人いましたよ、いやまあ何言ってんのこの人って思いましたけど言っていいのそんなんと思って、いや僕に向かって言ってるんじゃなくて、第三者に向かって喋ってるの僕見たんですけどね。ああそうなんですね。10月にも選挙ありますからって言ってたんです。はあ、それもしかしてアドバルーン上げたとかそういうことを。いや、電話でもなく、ちょっと分かんないですよね、はい、ちょっと分かんないんですけど、誰かが広めてくれるかなみたいな、そういうことでもなくですか。そうですか、そういうこの発言も、ね、あるということ聞きましたね僕はね。そうなんですね。僕に向かって言ったんじゃないですけど、はいはい、明確に喋ってはりましたよ。で、現職閣僚では河野デジタル担当大臣の処遇、これが焦点となる見通しだとも言われています。マイナンバーカード問題への責任論が一部で浮上しているものの、知名度や突破力から代役はなかなか見つからない、まあ、こういう評価もあります。河野大臣ポスト岸田の一角とも目されていまして、岸田総理が閣内に取り込んだ方が得策と判断する可能性もあると。河野大臣については藤井さんいかがでしょうね。まあ、あの総裁選の時にね、僕はもう相当河野大臣の過去の言説言動について批判をしましたから、あの彼は批判されるべきいろんな言動は多い方ですよね、改革、不必要な改革をやるっていうことをすごくおっしゃってた方ですから、まあ言動が変われば別にいいんですけど、 そうですね、その考え方が変わっているのであれば、僕は政治家として非常に批判をするタイプの人ですよね、でこれだから、閣内に取り込んだ方が得策って判断する可能性もあるんでしょうね、あの要するに閣内にいたら、自動的に動けないので、自由に動き回れませんもんね、だからね、ところが外出しちゃったらね、すごい岸田批判とかするかもしれないですから、はい、まあ、そういう意味では高市さんをずっと生殺しにするために閣内に置いておくことも、まあ、あり得るんでしょうけどね、いやもう逆に言うと、まあ、高市さんおするるに足らずと思えば閣外に出すこともあるでしょうけどね、まあ、何にしてもなんかこう適材適所で、はい、さまざまな政策課題を前に進めるための人事というよりも、そういうのじゃないってことですよね。先ほどね、藤井さんご指摘のあのあたりだということなんですね、はい、続いてはこちら、日本経済新聞、隙間時間に単発バイト、空き時間にさまざまな仕事を担うスポットワーカーが急増しているという記事です。企業の副業の解禁ですとか、柔軟な働き方を求めるフリーランスが増えているためで、働き手と企業を仲介する大手事業者の会員登録数の合計、半年でおよそ3割増え、1000万人を超えました。新型コロナウイルス化の収束に伴って人手不足が深刻な飲食業などで重要な戦力となりつつあるそうです。スポットワーカー、まあ、空き時間にさまざまな仕事を担うという、増えてるんですね、いやかわいそうですね、
で、この主要仲介業者が作る業界団体のスポットワーク協会によりますと、タイミーなど大手4社の登録会員の単純な合計がおよそ1070万人、国内の就業者数の 15% 程度に当たる規模です、まあ、これかなりの労働力とも言えるんです。それだけ需要があるってことなんですね。あるんでしょうね、人手不足がいろんなところであって、とにかく働いてほしいんでしょうね、はい。で、多くの企業はですね、このスポットワーカーをアルバイトの確保ができない場合の補充的労働力と位置づけていると、仕事もスキルもこの要しない単純労働、これが中心だということなんですけれどもね、まあ、こういうことがあるようです、はい。飲食店大手でも今年からこの受け入れを本格化していると、まあ、いうようなことも言われていますしね、やはりこの飲食店経営の店舗スタッフ、まあ、この例えば3分の2に日替わりで募集するスポットワーカーを当てる居酒屋、こんなものも開業していると、こういうのが現実ということのようですね。昔はね、だってこういう人たちいなくても仕事を回してたわけですよね、はい。でしかも、もっと今よりも需要があったところでも回してたのにね、だから働き方改革なんかやっちゃったからこうなっちゃったんですよね。そうなんですね。だ、長時間労働できないから、あ、はい、だから人を雇うしかないんでしょうね、はい。続いてはこちら、朝日新聞、男女平等125位過去最低。世界経済フォーラムは昨日、世界各国の男女格差の状況をまとめた2023年版ジェンダーギャップ報告書、こちらを発表しました。日本は男女平等の達成度合いで調査の対象となった146カ国のうち125位、経済と政治分野の遅れが響き、2006年の発表開始以来順位は最低だったといいます。男女が 100% 平等な状態に対し、日本の達成率は 64.7%、 教育健康ではほぼ平等を達成しつつある一方で、政治と経済の分野で遅れを取っているといいます。衆議院議員の女性比率が 10% にとどまり、女性閣僚も少ない現状を反映した政治達成率 5.7% と低迷しています。まあ、経済もですね、企業で役員管理職の登用が進まないことから、達成率企業では 56.1%と苦戦しています。世界全体の男女平等への達成率は 68.4%、 前の年から 0.3 ポイント改善はしています。まあ、衆議院議員がですね、この達成率 5.7% ということなんですけども、このあたり藤井さんいかがですか。125位、146カ国中、だってね、その男の人と女の人で役割が違うところが当然あって、お父さんとお母さんが一番典型ですけどね、娘生まれるのと息子生まれるのとで、お母さんとお父さんの態度も育て方も違っているわけで、その育て方とか男の人の在り方、女の人の在り方って国によって違うわけですから、大きなお世話この野郎って思いますよね。はい、何が世界経済フォーラムとこねろって僕なんかはまず思いますし、僕みたいに思ってる日本人は実は9割ぐらい、はい、大きなお世話だもんねもん何言ってんのもねろみたいな、こっちこっちでやってんのもねろって思う人は多いと思いますよ。やってますもんね、そういう、そういう意味ではね、そんなもん何位とかつけられてね、はい、俺そのランキング参加してねえし、おめえが勝手に決めじゃねえもねろみたいな思ってる人多いと思いますけどね。はい、時刻7時33分です。時刻7時34分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。読売新聞からです。名古屋刑務所の刑務官が受刑者に対し暴行を繰り返していた問題、第三者委員会が再発防止策を盛り込んだ提言書を斉藤法務大臣に手渡しました。提言書には組織風土の改革や処遇体制の充実などを柱とする再発防止策も示しました。刑務官と受刑者が肯定的な関係を築けるよう、受刑者の呼び捨てを原則廃止すべきだとしました。受刑者の処遇に詳しい専門家は、抜本的な対策としては受刑者に舐められたら終わりという刑務官の意識を変える必要がある、受刑者を更生させる立場であることを
改めて認識すべきだと指摘しています。受刑者の呼び捨てを原則廃止すべきだという、まあ、こういう意見も出ているようなんですが、藤井さん、このあたりはいかがでしょうね。田中さん、今日はいい天気ですね。鈴木さん、今日は暖かいですね。はい、並んで。鈴木さん、今日はいい天気ですねって言うんですかね。ってことでしょ。そういうことですもう終わりや、この国ももう世も末だ。悪いことしとったんだよこいつ。そうなんです、そうなんですけれども、鈴木さん、なかなか今日の服は素敵ですね。いや、服はね、服一緒なんじゃないですかねいや、勘弁してもらいたいですね。何言ってるんですか。ちょっとこの想像ができにくいですね。悪いことしたんでしょ。そうなんです。ねえ、はい、はい、そこで座って、はい、ゆっくりゆっくり座ってね、ずっと座ってていいから、鈴木さん、楽にしてて、いや、田中さん、楽しんでね。楽しい、待ってください、今、服役してますから、監修、お言葉ですか、それはちょっとっていう。いや、だってね、楽しまないと精神が病むとかって人がいたらね、楽しんでもらわないとダメになりますよ。だから更生させるためには楽しんだ方が良かったりとかすることもあるでしょうし、ね。まあ、なんでもこの意見としてはですね、受刑者の特性に合った柔軟な対応をすべきだと。だから楽しまさせたり、こうポテチやったりとか、そう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 、そういう人だっていますよ。ちょっとでも厳しく言われたら更生できないけども、ずっと褒められ続けたり、なんか裕福な暮らしさせられ、してもらったら立ち直れるっていうんだったら、その人裕福に暮らしてあげたりとか、肩もんであげたりとかしたらいいわけでしょ。だから違うんですよそれは。まあ、一方ではですね、この、まあ、見る側ですよね、刑務官の側が何か腹いせにやってるケースがあるんですね。それはダメです。しっかりと取り除いて。そうです、そうです。それは、それを取り締まればいいだから。ああ、そうです、ね。鈴木さん、ね、あなた男前ですね。いや、そう。僕は君みたいな人が好きだな。いやいやいや、それはまずいんじゃないですか。いや、まずいんですよ。まずいですよね。うん、そうそう。だから、その暴力振るったやつが悪いわけだって、だって今のルールだって暴行していいなんて書いてないんだから。ああ、そうです、もちろんそうですね。呼び捨てしたらすぐ暴行するのかお前みたいな、しない人の方が多いんだから。はい、まあ、今藤井さんおっしゃったみたいに、その刑務官側の言葉遣いだとかね、言葉遣いっていうのは、ほら、乱暴だとか乱暴すぎるとか、相手の心を傷つけるようなものはいけませんけどもね。おいお前、おい鈴木、おい田中でいいじゃないですか。そんなの。はい、時刻7時38分です。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。関西電力が福井県にある定期点検中の高浜原発1号機を7月下旬、2号機を9月中旬に再稼働させると発表しました。高浜1、2号機東日本大震災の影響で停止していて、再稼働はおよそ12年ぶりとなります。高浜1号機営業運転開始から48年以上が経過して、現時点で廃炉が決まっているものを除きますと、国内の原発で最も古いものなんですね。来月28日に再稼働ということですが、藤井さん、これいかがでしょうかね。紆余曲折があってようやく再稼働、私は大変喜ばしいことだなと思います。関係者の皆さんのご尽力で安全性をしっかり確認して、非常に厳しい高いハードルを超えての再稼働というふうに認識していますので、これで日本の電力供給がまた一つ向上しましたので、大変結構だと思います。はい、で今年5月原発の60年を超える運転も可能にする GX ですね、グリーントランスフォーメーション、脱炭素電源法を成立しています。高浜1号機最初に60年を超える運転となる可能性があります。1号機と同じく運転開始から40年を超えている高浜原発2号機についても9月15日に再稼働される見通しということですね。まあ、何よりもこの電力確保という意味で、一安心という、ね、ことと、はい、先進国の定義の中で特に重要なものが電力の安定供給ですから、はい、それができていない状況が原発が止まっていたことでありましたから、まあ、これができてもまだ関東
東日本の方ではまだ十分な安定供給ができていない状況がありますから、まだまだ道半ばなんですが、少なくとも関西においてこういう格好で、再稼働したということは安定供給が行われ、しかも電力料金が過剰に高いと、ね、いうことをそこも回避できることになりましたので、はい、経済的にも極めて大きな意味を持つと思いますね。はい、で関電ではですね、当初再稼働の時期6月から7月と予定していたんですけれども、原子力規制委員会から火災防護対策が不十分、この指摘を受けて追加工事、これが必要になったことから延期して、ただようやくここにこぎつけたということですね。で高浜1号機は具体的には今月22日から、2号機は8月7日から原子炉に核燃料をこの、入れて、そして家庭などへのこの送電開始は1号機が8月の2日ですね、2号機は9月20日の予定だと言います。でもこれ関西電力ですからね、じゃあ関東はどうなんだっていう、そこが問題なんですね。そうですね、なかなかこれそのハードルをクリアできていないところがありましてね、その安全上の問題ですとか、あとはその対策の問題がですね、この遅れているという、この関東に関してはですね、東京電力圏内では、管内では、そういったものもありますんで、でもこれ もう一歩一歩進めていくしかないんですよね。ですからこれは全国の原発関係者に希望を与えるニュースでもあると思いますから、しっかり皆さん頑張っていただきたいと思いますね。はい、藤井さん、今朝もありがとうございました。ありがとうございました。この後はお隣さんです。おはようテラちゃん、また明日です。今日もいい一日になりますように。